おドアン入ってきた誰と書いたカモダとか下がったのもしかして。田中翁か。じゃあ、あれかダブルボランチにカモダ入れたんだね。もう前もやってたもんね、新天地カナダ戦でね。もうペガ開けだったしな。いや、でも2点目なんてもうとどめでしたからね。もっと南の意外と誰だもう普通使えるんだったらなあ。あ、南に入ってきた。誰と書いたヒロキとかかな。やっぱそうだよね。で、伊藤淳也は右ウィングバックするよね。坂井ヒロキね。 もうコンディション悪いからね、悪いというか、ね、コロナ系ですから。そうそう、この方、そうそう、ここでね、仕掛けれるし、いや、これでなー、佐野のところに久保とか見たかったなー。いや、でも一番日本が攻撃的な形ですね、これ。森保さんの、あれじゃないですか、歴代ベスト采配じゃないですか、普通だけど。森保さんにしては動くのめっちゃ早かったでしょ、だって30分。普通、もっと遅いからね。 いや両ウイングがね、三苫と伊藤っていうのは、世界に誇れる2枚ですからね、こっからね、追いついた側だからね、いや、でもドイツは完全に戻り遅いからな、ニャブリとか全然動かなくなっちゃってたし、その前のシーンから、もう勝ったみたいに思っちゃってたんでしょうね、いっぱいチャンス作って、そ歴代ベスト采配ですよ、森保さん。さあ、こっからだよね、こっからドイツが火つくのか、日本の。 勢いの方が出るのかってこれはもうこの後の展開見ないとわかんないからね。流れは完全に日本だと思うんだよその前のところでもね、必要な采配をしてますよね、今ね。朝のところをな、ちゃんと決めれる人に変えたいけどな。でもさあ、あてないよいやいや。だ、俺が言ったやつになってたじゃん。ジくんちなみに交代の時、えー、よ横山口があアンダーシャー森モリアス監督なずいてる感じ。もう別にそれは全然いいと思います。参謀がいてね。お いやかなり日本に流れ来てんな。